フランクフォートはアメリカ合衆国ケンタッキー州の州都。人口は二万五千五百二十七人。同州中央部、州第二の都市歴シントンの北西約三十五キロメートルの郊外に位置し、歴シントン都市圏に含まれる。都市圏全体の人口は約五十万人である。八百七十一年頃のフランクフォート1八十六年にバージニア植民地内、 ケンタッキー側の貸しにジェームス・ウィルキンソン将軍が260エーカーの土地を購入し、町が建設された。当初はミシシッピ側からニューオーリンズを経て、スペイン領に通ずる拠点にしようという計画があったが、失敗に終わり、ウィルキンソン将軍はメキシコへ逃亡した。1792年6月1日にケンタッキー州がバージニア州から分離し、 連邦15番目の州に昇格した。同年12月5日にフランクフォートはケンタッキー州の州都と定められた。ケンタッキー州会議児童の庁舎は1794年に完成した。19世紀初頭にはフランクフォートの人口は628人を数え、歴ントンに次ぐ州第二の都市となった。人口は1810年には1099人に、 1860年には3702人へと増加した。ケンタッキー川の存在もまた、フランクフォートにおける産業の発展の上で重要であった。ケンタッキー川は、オハイオ川、ヒいてはミシシッピ川へと通じ、地域一体の皮膚や農業機械など、各種工業製品を運ぶ、水上交通のようとなった。19世紀には、フランクフォートは、 ケンタッキー州中央部の交通の拠点であった。やがて道路が開通し、1840年代には鉄道が開通、さらなる市の成長を促した。南北戦争中、わずかの間フランクフォートは南軍に支配された。戦後、社会不安と政情不安定により、フランクフォートは苦難に直面することになった。しかし次第に治安も回復し、産業も復活。 1900年には人口は9487人に増加した。20世紀に入っても市はゆっくりと成長を続けた。1910から1920年代には市内でいくつかの建築プロジェクトが進められた。1960年代、アメリカ合衆国内の多くの主要都市同様、フランクフォートは市の再開発を進めた。 2000年の人口は27,741人で、ある。フランクフォート市街地フランクフォートは、北緯38度11分50秒整形84度51分47秒、北緯38.19722度整形84.86306度、38.19722-84.86306、ケンタッキー州中央部のブルーグラス地方に位置している。 アメリカが州国統計局によると、フランクフォート市は総面積38.9平方キロメートルである。このうち38.2キロ平方メートルが陸地で0.7平方メートルが水地域である。総面積の1.87%が水地域となっている。フランクフォートを含むレキシントン大都市圏の玄関口となる空港は、レキシントンブルーグラス空港である。 フランクフォートにもキャピタルシティ空港があるが、規模が小さく、便数も少ない。このほか、さらに規模の大きい空港としては、ルイビル国際空港や、シンシナティノーザイケンタッキー国際空港も利用可能な距離にある。市の南を週間高速道路 I-64 が、東西に走っている。I-64 は、セントルイスとバージニア州を結ぶ高速道路で、 ケンタッキー州内においては、州の最大都市、ルイビルとレキシントンを結ぶ重要な道路である。フランクフォートには、グレーハウンドのバスは停車しない。レキシントンに、同社のバスターミナルがあり、そこから、ルイビルやシンシナティをはじめとする、各都市へのバスを利用することになる。また、アムトラックの駅もない。以下は2000年の国勢調査における、人口統計データである。 基礎データ人、種別人高校生年齢別人高校生、ありがとうございます。